マティアスマキシムは2019年のカナダのドラマ映画。監督はグザビエドラン。出演はガブリエル・ダルメイダ・フレータスなど。幼馴染みの二人の男性の葛藤と苦悩を通説に描いたラブストーリー。マティアスとマキシムは古くからの友人だった。自主制作映画に出演した際、二人はキスシーンを演じることになったが、 そのことをきっかけにセクシャルアイデンティティが揺らぐことになった。2018年1月30日、グザビエ・ドラン監督が新作映画、マットマックスの制作に着手しており、ドラン本人とアンヌ・ドルバルが出演する予定だと報じられた。8月、ピア・リュック・フランクとミシュリー・ヌ・ベルナールの出演が決まった。なお、この時点で本作のタイトルは、マットマックスから、 マタイアスマクシムに変更されていた。同月15日、本作の主要撮影がカナダのケベック州で始まった。11月9日、ハリス・リキンソンが本作の撮影に参加していたことを明かした。2019年10月25日、マーキュリー・クラシックスが本作のサウンドトラックを発売した。2018年9月4日、 本作の劇中写真が初めて公開された。2019年5月22日、本作は第72回カンネ国際映画祭でプレミア上映された。9月23日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。日本では、ジョージ・朝倉による少女漫画溺れるナイフとのコラボポスターが発表された。しかし、 そのポスターイラストの内容が映画の主役男性同士を溺れるナイフの男女キャラクターに置き換えたものであったことから SNS を中心に同性愛を軽視する行為であるとして批判を浴びた。配給のファントムフィルムは謝罪文を公表しポスターを取り下げたがその謝罪の内容が傷つけられた当事者ではなく溺れるナイフの作者に配慮しているかのようなものだったため さらに波紋を呼んだ。この騒動はヘテロウォッシュの一例として指摘されている。本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのテ点トマト図には51件のレビューがあり、批評家支持率は61%、平均点は10点満点で6.15点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、 クザビエドラン監督作品のファンならば、過去作よりも緊迫感があることを高く評価するかもしれない。しかし、マティアスマキシムは魅力的な作品であるが、観客を苛立たせる作品でもある。となっている。また、メトクリティックには12件のレビューがあり、過重平均値は59、100となっている。トロント国際映画祭は本作を2019年の カナダ映画トップ10のうちの1本に選出した。ありがとうございます。